カミール・シャムーン・スポーツシティスタジアムはレバノンの首都ベールートにある国内最大の多目的スタジアムであり、レバノンの国立競技場である、レバノン独立及び発展に多大な功績を残したカミール・シャムーンにちなんで名付けられた。1982年のイスラエル軍によるレバノン侵攻により建物の一部が破壊されたものの後に、 レバノン首相となる実業からフィーク・ハリーリーが AFC アジアカップ2000に向けた修繕、拡張事業を受け持つ。その後も改修工事を行い現在に至る。現在の収容人数は57,600人。主にサッカーの試合に用いられる。レバノンプレミアリーグに所属するネジマ SC がホームスタジアムとして使用するほか、サッカーレバノン代表のホームスタジアムとして利用される。 また、AFC アジアカップ2000決勝戦の会場としても使用され、この地でサッカー日本代表が2度目のアジアカップ優勝を果たしている。スタジアムには屋内競技用の施設が併設されており、バスケットボール、バレーボール、体操競技などの国際大会を開催することも可能である。ありがとうございます。